個人,情報のえー、個人情報の自己情報コントロールの権利というものを究極で考えれば、渡さない権利なんです、渡さなくてもいい、渡さなくても私たちの基本的な、えー、生存権を保障できるようなサービスを考えていく、さっき言った、えーえー、保険医療であれば、無償で、匿名での、えー、サービスが受けられるようにするというようなことですよね。でそういうよういよなことを、えー 私たちの運動の遠い目標としてこう見据えながら、今ある問題をこう考えていくということが、とても必要になっているのではないかというふうに思います小倉俊丸さんからはちょっと違う視点で、保険証、前の保険証の問題と、それからスマホ搭載の問題について、問題提起をしていただきたいと思います小倉さんよろししくお願いします。 えとこんにちは小倉です、えー、と座ってあの話をさせていただきますが、僕はあの、えー、とスライドがないので、お手元の、えー、とマイナ保険証強制とマイナンバーカード、えー、機能のスマホ搭載というあの、えー、と A, A さんのレジュメをご覧ください。えー、とあのまず、私の話の大前提として、私が何を前提にして考えているかをまず一言で言いますと、私たちの人生はとりあえず100年ある。 私はないですよもちろんここにいる方はないですけど、今日生まれた赤ちゃんを含めると、人生は100年なんですね、じゃあその100年の間、私たちの個人情報、個人データを国家がどのように管理して使うかということについては、何もわからないし、何も安心できないということです、100年後にデジタル庁はありません、これは確実にない、それから今の政権もない。 自民党も多分ないことを期待したいで、えー、しかし100年間、私たちの個人情報、個人データは、一旦民間なり企業に取られたらば、それは取り戻せないんです、だからその100年をどうやって私たちがきちんと防衛できるかってうそういう問題なんだっていうことが、私の一つの,あの大前提なんです。 だから人生100年ということを念頭に置いといていただきたいのと、だからもう一つは、あのよく、えー、これ、革新系の政党の方も言われますが、国民という言葉を使いますが、これだめなんですよね。国民という言葉を使うと、国民か国民でないかというところで、ここでこう差別、区別を作ってしまう。だから私たちが人権の問題やプライバシーの問題を考えるときには、国民で議論してはいけない。 いううののがもう一つの大前提なんですねでそうなると、じゃあ、例えば、えー、今出てきたその在留カードの問題であるとか、関連するようなその戸籍であるとかっていうようなものは、これはいらないんじゃないのっていう立場で、えー、議論をしていかなければいけないというふうに考えています。それでい 1>, 1点目のマイナ保険証の強制についてですけれども、そういうことで言えば100年後どうなるかわからない、まあ、これは5年後、10年後だってわからないわけで、それがどういう方向にいくかということは、政治家、それから法律家であるとか、それから民間の状況と私たちの運動とのその兼ね合いの中で決まっていくということでしかないわけですね。で,ですので、これはこうなるというふうには決められないんですが、 大,大まかな方向で言えば、私たちの運動を別にすれば、えー、ますます個人情報は、えー、国や民間企業に吸い上げられていくだろう、まあ、それを搾取という、データ搾取というふうにも言いますけれども、まあ、そういう傾向は変わらないだろうという中で、どれだけそれを押しとどめなきゃいけないかという、まあ、そういう観点が、えー、必要なので、えー、この、お マイナ保険証に限らず、医療、健康情報を将来、政府や民間がどう使うかということがわからない、むしろますます、えー、勝手に使われるだろうということを前提にして、どうしたらいいかということを考えなきゃいけないというのが一つですね。で、もう一つは、あの今、普及してないんですよね、マイナ保険証。でこれはあのいいんですけども、普及してないのは。ただその普及してない理由の中に プライバシーの権利を危惧して、それを使わないとかいう話ではないだろうと、とプライバシーの権利ということは、ほとんど念頭に置かれていない可能性がある、そこが一番私は問題だろうというふうに思っています。じゃあなんでプライバシーの権利が あのそこでは、えー、主要な理由になって、私はそのマイナー保険証を使えませんって話にな,てならないのかといえば、そもそもマイナンバーシステム、カードであれ、そのマイナンバーの,、えー、のシステム全体が、個人情報やプライバシーに関してどういう問題があるかということについて、多くの皆さんは、えー、理解できていない、いや、かなり厄介な問題なので、よく分かんない、あるいは政府の方は隠す。 から医療機関も同様に分からない、どうなるか分からないという、そういうその、えー、と状況なわけですね。つまりプライバシーの権利がどうなっているのかということについての関心の大前提になる、そもそも今の,そのシステムとプライバシーの権利との関係というのが、私たち市民にも分からなければ、医療機関にも分かっていないというところが一つあると思います。でえー、もう1つは 分かったとしてもそ,もそもそもプライバシーの権利っていうものが医療機関から見てこれは非常に重要なものであって国に渡すべきものではないというそういう認識があるだろうかっていうところがもう一つは疑問なわけですね。でさらに言えばそもそも医療ではなくてプライバシーの権利それ自体が一体どんな権利なのかっていうことが私たちの中で共通の了解事項になってるかどうかっていうところもかなり怪しい。 でこういうふうに、まあ、プライバシーの権利に関してはいろいろなその、えー、と問題があるので、今は普及していないということで、な、え、ん、ーまあ、とか喜びたいというところはありますけれども、それはあのかなり危うい状況だろうというふうに思います。 で医療目的以外でさまざまな形でこういあの利用されるだろうというようなことはあの、まあ、あのこれまで原田さんも言われていましたで目的以外の逸脱した利用というのは医療情報ではさまざま考えられるわけですねで、えー、じゃあ医療情報と それから私たちが受けるべきその医療サービスというのはどういう関係にあるべきなのかということを考えたときに、医療情報というのは治療に必要で治療目的にのみ用いられるプライバシーの情報ですから、私と医療機関の間、あるいはその医療従事者との間だけの関係で完結させるべきなんですね。で、政府などの部外者が知ることによって、私たちの病気が治るわけではありません。 えー、厚労省に行って、えー、風邪ひいたんですけれども、な、ね、んとかなりませんかって、やりませんよね、えー、みんなあの医者に行くわけです、厚労省には行かない、もちろんデジタル庁にも行かない、で当然のことながら、彼らには治す、えー、能力がない、だったら、私の病気のことなんか知る必要ないんじゃないのっていうあの、ごくごく単純なことですが、この単純なことをつい忘れてしまう。だからあのー こうした問題が起きたときに、医療情報は私と、それから医療サービスに関わる、直接関わる組織、団体なり個人との、その間だけのプライバシーの守られた関係に限定されるべきだというところを、もう一度あの、再確認する必要があると思います。 そしてあの、えーとまあ、レジュメの1ページ目から2ページ目のところに書きましたけれども、そもそもあの私たちがあ病気になったときに、なんで無料で、えー、診察を受けられないの とということをもう一度あのきちんと議論する必要があると思いますそして同時に何で私たちは、えー、診察を受けるときに私の個人情報を伝えなければいけないのか本名でないとなんでいけないでなんで住所を教えないといけないのか,かごくごく当たり前に保険証に書いてあるからそうやってるわけですがそんなことは本当に治療行為をしてもらうときに必要なことなのかどうかということです。 でえー、無料であるべきだというのは、口頭無形かもしれませんが、これは非常に重要なことであって、えー、私たちの生存の権利に関わることです、その生存の権利に関わるところを所得で差別してはいけない、もちろん、えー、国籍で差別すべきでもないとすれば、これは所得でも国籍でも差別しない。 仕組みを作るとすれば、そこのところは保険証の今の仕組みっていうのは、非常に大きな限界があるということですよね、で無料であるべきなわけですで、えー、その無料になっていくためのシステムの一つの段階として、今の日本の介保険の制度がある、ただそこに国民介保険で国民ってつよくつくわけです、だからいっけない。 国民をつけない皆保険にし、さらに保険証がなくても、誰でも病気になれば、えー、医療サービスは受けられるという、そういうシステムに変えていかなければいけない、でそうなれば保険証はいらないので、えー、マイナ保険証ももちろんいらないっていう話です。で、そういうふうな形で私たちの医療サービスをどういうふうに変えていくかっていうことの、あの私たちのオルタナティブを持たなきゃいけない。 だから国家や行政が医療サービスに対して何か提供しますよ、そうでなければ民間ですよっていう、国か民間かというのではない、それ以外の3番目の選択肢というものを、私たちはきちんと議論していく必要があるだろうというのが、マイナ保険証の問題についての、えーとまあ、私の問題提起です。で、えー、ともう一つ、マイナンバーカード機能のスマホ搭載ですけれども、 えとこれはあのやはり2つ考えなきゃいけないことがあって1つはあのスマホのアプリ一般に関連するセキュリティリスクというのがあります。でえーえーこれはあのえとマイナマイ関係のアプリに限らずスマホのアプリ全体が持っているさまざまなセキュリティリスクというものをえと考えなきゃいけないということともう1つは。 その、えー、と技術的なリスクになる部分が多いわけですけれども、これはの政府がお墨付きを与えるとか、グ、えーグルが与えるとか、アップルが与えるっていうのは、じゃあだめなわけですで、そうではなくて、技術的にちゃんとこれは OK なものであると、怪しくないということを第三者が検証できるようなことでなければ、技術についての、えー、信頼性というものを、あの私たちはその持ててないというふうに考えなければいけない。 で、えー、政府を信じるとか、グ、えーグルやアンドロイドを信じるって、それは信じる話なので、それは宗教の話なわけですよで、そうではなくて、これは技術的に確認できるかどうかの話なわけです、でそのことをもう一度あの考えながら、じゃあ、スマホの、えー、プライバシーリスク、セキュリティリスクっていうのは、どんなことがあるのか、これは山ほどあります。 山ほどあるので、えーと、このレジュメにも書きましたけれども、スマホ、アプリ、リスクとかというキーワードで検索をしてみる見れば、たくさんの,そのリスクが、えー、そこではあ論じられ、そしてそのリスクを回避するにはどうしたらいいかというようなことも、さまざまなノウハウが書いてありますが、それらの多くの部分は、普通は、えー、私たちがスマホを使うときにはあまり自覚しないので、それを読んで、あちょっとこれは分からないなと。 一体何なのそもそもアプリって何なのっていうようなところで、クエスチョンマークがつくんであれば、もちろんスマホにマイナーカードを搭載するようなことはやってはいけない、分かんないんだから、分かんないことはやらないっていう、そういう選択を取るのが、まあ、ベストな選択だろうというふうに思います。で、いろいろなこうアプリに関する違法な、なんて言いますかね。 行為行動というのはあるんですけれども、それはあの法律上、えー、もちろんあの違法とされてるけれども、政府であれば、そういうことをやっても違法ではない、一般には違法なんだけれども、政府がやる場合は OK だというふうな例外措置を、えー、法律上設けることができます。 したがってコンピューターウイルスだとか何だとかっていうようなものはそれはやばくて違法だ犯罪だというふうに言われますけれどもそれは犯罪でない形でもって法制度を作ることができるまああの例えて言えば私たちが銃を持ってしまえばそれはあの違法ですけれども警察官が何で銃を持っていいのかっていうのはそれは法律上銃を持っていいことになっているからですねでそれと同じですでそういうふういふなあの 例外的に政府が本来であればプライバシーを侵害したりセキュリティに対して非常にリスクになるようなまあそういうさまざまな仕組みを政府だったらば使えるという形で各国の政府が実際に使っている例がもう えー、たくさんあります、えー、とレジュメではあのイスラエルの、えー、NSO という企業が、えー、開発をして各国政府に売り込んでいるシステムがあるという話を、えーとえー、だけ紹介しましたけれども、まあ、これはあの反政府運動だとかジャーナリストを監視するために、えー、スマホ携帯電話に、えー、政府が情報を抜くことができるような仕組みを入れるという、まあ、これはあの非常によく知られた例なんですけどもこういうようなことが実際できるので。 じゃあ,あの、この前のアプリで政府が何をやるかということに関してはあ、やはり慎重に考えるべきだろうというふうに思っています。で、100年という話を最初しましたけれども、あの政府の基本的な性質としては、人々の個人情報を可能な限り網羅的に収集して、政権の維持に利用しようとするということがあります。 でこれはあの近代の国民国家、まあ、あの話大げさですが、日本で言えば明治以降と考えていただいていいですが、えー、明治以降の日本の国家の本質に関わる性格なので、これは変えられないと思います。でだから、近代国民国家という統治機構の枠組みを根本から変えるという運動をしないといけないんです、でプライバシーや反監視の運動は、こうした大きな展望を持つ必要があるというふうに思っています。 それはますますあのそうした思いを僕は強く持つんですけどもで、個人情報の網羅的な収集というのは、これはあのコンピューターの情報処理能力に比例して大規模化、えー、するんですねで。コンピューターの能力が今から100年、100年を考えたときに何倍その能力が大きくなるかを考えてみてください。そうすると、その能力に合わせて私たちの個人 情報というのは次々に、吸収されていって、それを処理することができてしまう。いうことになります。で、えー、従って将来的には、政策の改悪だとか法の改悪が。技術開発を今以上に、まあ好ましくない方向に誘導するっていうのは、これは。今のそのコンピューターの情報処理能力の政府だとか、民間の使い方からすれば、まああり得ることなんですね。 でだから、今はまだそうした機能は搭載されてないとか、今の法律では認められてないとか、収益を上げられる仕組みになってないから、民間の投資が得られないとかいうのは、今の話であって、この将来100年の間には、こうしたさまざまな今ある問題だとか、さまざまな障害だとかっていうのは、必ず修復されて、改良されていくと思います。で しかしその代わりに新しい技術ができてますます多くの情報を吸い上げていくという新しいシステムは今私たちが知らないさまざまな新しいリスクを生み出すんですだから今ある問題点は解決されるけれども今知られていないさまざまなリスクはまた生まれてくるでそれをまた企業や政府は解決しようとするんだけれどもその 目的というのは、私たちの人権を考えているわけではなくて、政府の政権の維持を考え、企業は企業の金儲けを考えてやっていることなわけです、これが100年間続く、その100年間続くこの仕組みを、仕組みから私たちを守ってくれるものっていうのはないんです。 で唯一、私たちができることというのは、私たちの個人情報を彼らに渡さないということなんですね。個人情報の,、えー、個人情報の自己情報コントロールの権利というものを究極で考えれば、渡さない権利なんです。渡さなくてもいい、渡さなくても私たちの基本的な、えー、生存権を保障できるようなサービスを考えていく。 サービスが受けられるるよよようううにすすとというようなことですよねでそういうようなことを、えー、私たちの運動の遠い目標として、こう、えー、見据えながら、今ある問題をこう考えていくということが、とても必要になっているのではないかというふうに思います。あのなんか、とっても大雑把な話で申し訳ないんですけども、あの一応、そういうことで、えー、一応私の話を終わらせ、えー、させ終わりたいと思います。